猿ヶ馬場。ここは源平砺波山の合戦の時、平家の宗師平石森が本陣を敷いた後で、今ここに猿ヶ堂という小さな石の堂があります。これは古伝によると天正年間、悪猿が入れて民家に災害を加えるため、これを退治し神に祀り、その祈祷のためお堂を建てたのが猿ヶ堂です。昔峠へ登った馬がたくさん連れていたところから猿ヶ馬場と名付けるようになりました。これが源平栗原合戦の布陣跡です。この下が牛に松明をつけて木曽義仲を退治したという、こういう坂道ですね。今じゃちょっと面影がありませんが、もっと昔は下っていたのかもしれません。今はウグイスも鳴き、気持ちのいい新緑の5月となっております。風が気持ちいいですね。天平の旗がはためいています。今じゃ車を走っていく、昔は馬が走ってたんでしょうね。栗原というのはこういうところですよ。いいところでしょ、桜が舞い散る素敵な場所です。